マージャンウォッチシンデラリーグ選手紹介のコーナーです。今回は、C ブロックの方に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速1問目の質問に行きたいと思います。はい、せーのドン。せーのドンドン。はい、お丸山さん結構リーチかけました今日は。はい、いっぱいかけたと思います。おー、まあ確かにリーチな丸山さん。山本さんは安牌わからない型。はい、なんかそうよくなんかそれ来たマジで危ないとかよく言われるんですけど。あー、なるほどなるほど。はい、今日はどうでした？一切わからないので、なんか今日も大体通ったそう思って切ってるんですけど、国士の一個牌をずっと切りかけてたらしいです。ずっと。あ、当たり牌、はい、はい、はい。でも切らなかった。切らなかったみたいなんですけど、切らなかったんですけど。最強じゃん。たまたま。たまたま。あんた分かってんじゃん。あ、切ってくださいよ。テンパ入ったら切ってるんですけど。なるほど。はい、月さんフラフラしてる。今日はちょっとフラフラしてました。あ、してました。してました。してるね。フラフラでもしてるね。どうしようかな。顔がこうどっちに行くか。高月さんは、はい、おたとえ危険でも自分を信じ。そう、たとえ危険でも自分を信じ、危険な橋を渡る。よし、かっこいい。よし、なるほどね。まあ、要は、要は、要は、一言で言うと、オス。オス。でも中月さんらしい、それで勝ってきたわけですからね。そうです、はい、そんな単純なことじゃないんですよ。これはそんな単純なことじゃない。いろんな読みがあるんですね。はい、はい、ありがとうございました。せーの、どん。これむずい。なんか あ、ほとんど一緒じゃん。顔が多いですね、顔。うん、短いのかな。皆さんとも絵もね、描いていただいて、うん、いや、ちょっと、まあ、上手。本当だ。ありがとう。本当だ。ちょっとこれかわいい。これからこれやったから。私も絵描けばよかった。これとこれずらんでる。なんかみんな考えること一緒なんだね。キャラが出ていいですね。いや、ちょっと麻雀のことはちょっと臭いなって思って、うんうんうん、あ、そうなんですね。ちょっとやってないなって思って。でもシンデレラリーがちゃんと毎回その顔が抜かれてるっていうことでね。今日、そうですね、確かに丸山さんのコメントでなんかこの世の終わりみたいな顔をしちゃった。死にゆく様をです ね、はい、その顔、どんどん死んでくる。後半にかけてトップ取ろうが、ラス取ろうが、ずっと死んでくっていう。皆さんの顔も注目ということで、はい、今後も見てください、はい、せーの、ドン。あ、もうこれしか思いかばドン。おー、真面目。なんか真面目な人がいる。無理よ。さあ今は何に。でもずっと追っかけ再生で一生つけてます。すごいですね、はい、へー、今本当に麻雀がこうハマってる。はい、そうです、ね、うん。あ、分かんない。ほとんど分かってない。分かんない。3分の2はあれだったから。分かんないもん。今さらないよ。なるほど、うん、ハマってるもんない。ない全然。本当に絶対あるでしょ。平和に生きてる。まるで平和に生きてないかな。楽しそう。あとはなんか女子っぽいこうカラオケスープカレーみたいなね、うん、スープカレーめっちゃうまい、うん。せーの、どうする。これで誰が偽善者か分かるね。ゆきち。はい、お金、ゆきちってことでね、うん、まあ、2対2ですか。はい、きっぱり。きっぱりだね。きっぱり。じゃあ偽善者だよ。これはね、結構いつも議論されるんですけれども。じゃあさすがに、はい、なんかお金派をアピールすることありますか。いや、もうゆきちですよ、やっぱ世の中は。あの、愛なんて何にもなんない。いや何もなんないんだよ。お金は人をダメにするんだよ。まあ、愛はお金得てからできる、なんとか。あ、お金は人をダメにするんだよ。なんかあったんですか。よく言いません。よく言いません。なるほど、なるほど。物々交換にしようも。物々交換の世界。物々交換、うん、
私ずっとそれ提案してんだけどみんな聞き流されるのもうお金なくして物質交換の世界にしようっつって、なるほどなるほどなるほど、確かにそれはいいねって言うでも本当お金嫌いなんだよ、お金嫌いなだから必要なの、わかる、なるほど、うん、じゃあそうスタッフ締めていただいたところで、はい、というわけでですね、今回は CM ロックで、はい、皆さんに来ていただきました。皆さんのことが分かったでしょうか。この後もね、戦い続きますのでぜひご覧ください。麻雀シンデレラリーグは毎週火曜日、12時から、ABEMA TV で生放送されてます。ぜひご覧ください。それでは皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。